入りました、ね、メイタイ、ティーフィー。元々はチームメンバー、ここはティーフィーだ。そしてそのまま、ロングから駆け上がって、ここはアフターショックで足止め、そしてフラッシュを受ける。ミサヤは手前、体力40。ジャンプピークで見てくる。ここは二人で挟んでいきました。1、2トレード。横から出てくるティーフィーがこのラウンド4キル取った。素晴らしいですね。少し見えました。ファーストピックはマンチキン。か、難しいでしょう。打ち合い。素晴らしいアングルで。オーディンでアートがマンチキンを落とし、これで3。先頭はティーフィーで行くか。アートは武器を温存し、ティーフィーもどうするか。ホールトライン。さあ、これはもうキープの判断になりました。そうですね。キルが取れれば、そのまま設置行っても OK。倒されたのであれば、日本キーピーに。マンチキンはその C に、手前、フラッシュ受ける前に覗いていました。マンチキン。フラッシュ入れるかどうか。打ち合いはギャンピン。アランボト、壊して、そのまま、C バサミです。注目はアステルの位置。アステル耐える。ネスのカバーだ。C でキャリアダウン。あと30秒。ここだよ。手前にいる可能性を考慮し、そしてフラッシュはガレージに。アートが抜き、ティーフィーが倒す。ティーフィー3人目4人目レージどこ。そして設置まで、これは前。そしてナノスワムで足止め。ガレージに入った、その情報だけは得た。クレジラ君、手前にいるネース、抜いた。2人目 C でキャリアダウン。意識ほとんど削られてませんよ。これがファントムの強み。しかしギャンピンが返し、3対4の人数状況。いや、これ裏からマンチキン来てる。メイとギャンピンのトレード。後ろからマンチキンが襲ってくるぞ。ブレードストーム、残り1名。おお、最後はポポ勝ち。これも抜きですね。全国ゲーミングが現在3本。内容的にはクレジラ君のちょっとこのエリアコントロールの差が出ているような気がして、を取りに行きます。ギャンピン、おお、まだいるぞ。フラッシュ避けた。ギャンピン、しかしここはメイです。ただ削りましたね。注目はアステル、時間稼ぎができるか。1人取った。そしてインスモークをあえてしない。そして角に隠れます。カバーから倒した。しかし熱のカバーがある。アステルが耐えることで時間稼げたんですが、最後はコブラのダブル。左上に入っていく。ディフェンダー側のロックダウンに対してコブラは前に出る。そしてローリングサンダーを A ショートに打ちながら、設置はフェイク、そのまま A の方に流れていくのが戦国ゲーミング。センター側に、そしてスパイクドロップ。ミサイル回収した。ネスは追いかけていく。その前にはティーフィー、アフターショックのカバーも入った。しかしマンチキンはロングに控えた。外した。さあどうする。3対3の状況。ディフェンダーサイドをティーフィーが落とした。大事な役割、ティーフィー。さあ右確定。スタンを受けながら、そこの車線にはマンチキンのカバー。ハーフまで行った。残り1名。これ止められない。アートはどうする。ロング、フラッシュは効かない。それでもアートはオーディンキープ。まあこれはファーストブラッド、コブラ。ここは高台。素晴らしい立ち回りのマンチキン。バックサイドにもいるのが分かった。合計3人は少しラインを後ろに下げての射線を組んでいきます。ポポ勝ち、マンチキン2人で抑えた。さらにポポ勝ち、アートも加わってくるが、ここはアステル。クレジラ君の人数が非常に熱い。この映画ってますからね。まあ情報としてはガレージまだアクションがないのであれば、まだ A3 固まっていいだろうというところで、 A2 そして A リンク1という構成になりました。ポポ勝ちの動き注目です。ファーストブラッド、メイ、シーカー上がった。シーカーのカウンター、ポポ勝ちも手前に寄ってきた。アステル、メイ、ポポ勝ちで抑える。素晴らしい守り方、クレイジラ君。アステルです。アルティメット状況はティーフィーのロックダウンがある状況。さあ分断しました。武器差もありますからね。ここはファーストブラッド、メイ、ネスが入り、アートのジャッジでマンチキンを止めた。3対4の人数状況。ハンターズフューリーの開始でロックダウンは排除。ミサヤのジャッジ中に入っている。そしてミサヤローリングサンダーからジャッジで手前に入った。当たってますよ。解除フェイクをしていく。メイ、そしてポポ勝ち、メイで両リンクを抑えます。
僕はスター入りながらも落としましたよ。ありました。さあそのリテイクが今日も出るタイミングが来るか。インスモーク1ストレード、アステルが抑えた。すでに中には入った。戦国ゲーミング、コブラ返す。コブラ2人目、ツーオンツー。ナノスワムで足止め。手前にはネス、ワンオンツー。残り1名。さあラストギャンピンを抑えた。ロングにいたアース、窓には2抜いた。おお、そこ抜けますか。ドローンからですかね。ダッツ刺さってましたかね。そこからの C エントリー。アートは中でオーディンを構えています。マンチキンのエントリーが始まった。アートが抑えている。ポポガチのカバースペクターです。ここは 2-2 トレード。ミサヤトリプルキル、時間稼ぎのミサヤ。味方を待ちたいが、ここはワンオンワン。正面ではワンオンワン、そしてカバーではさらにワンオンワンを作り出す。メイ C から確認、前に出る。うおー、クラッチプレイ。メイファーストブラッド、気は取りづらい位置ですね。うわっ、コブラがアステルを抑えてスモーク役がいなくなりました。3対4。ポポガチメイの索敵は2人います。手前に入ってるドライのメイ、おギャンピンよく倒した。ネスのカバーが入って3対2。リテイクはどうでしょうが始まります。ネス手前で抑えた。ポポガチワンオンツー。ラストはバッキーのアート。少人数戦、ファーストってのも分かっている。そんなクレジラ君、早いリテイク。クラッシュを入れながらローリングサンダー入っていく。戦国ゲーミング、ロングへのプレッシャーがかかっています。ポポガチはショート、ロックダウン放った。そしてポポガチは手前にいた。3対2の状況。ガチ会場、ガチ会場に入っている。しかし背中が見えた。これは6段かかりますね。最後は DP 盆踊り中、アステルが抑えて12本目。クレイジーラックうまいですよね。スモークイーンのポポガチと、あとはロックダウンを放ったネスの位置、はい、どうしてもロックダウンを壊しに行きたくなる心にはなってしまいますからね。相手を誘い出しましたね。見えた、当たってますね。さあブレードストームからネスのカバーからスタート。コブラが落ちた。対空ジャッジ、ガレージ乗り。ああ、Cか手前にいた場合というところを考えたんでしょうか。ハンターズフューリーでロックダウンを壊し、ラストは TP ワンオンスリー、ワンオンツー。また TP のクラッチがあるんでしょうか。噛まれた。最後は3人目までは見えていないでしょうか。角度を変えていく。そしてコブラがファーストブラと、ポポガチが落ちました。裏警戒のネスメイ、正面はメイに抑えさせ、後ろ警戒ミサヤがここは取り、3対4。すごいマップだ。残り1名。ここも見方がすごい。4人固まった。ダブルピークで最後はミサヤが取りました。いますね。マンチキン、ここはあえてのダブルピークの選択でしたけれども、コブラは反応しませんでした。メスの設置、後ろを向いて壁は壊れないようにセトローブを入れてピークをさせない。しかしマンチキンはディスミスで逃げながら角度を変えていきます。ラストワンオンツー。最後はマンチキンが抑えて、クレジラ君ナノスワームで一度足止め。2個目のナノスワームを飛んできます。オーディンの抜きでメイが落とされました。壁を立てますがオーディンですぐに壁は壊れる。一方中央抜けのクレジラ君、2オン3の状況ですが、さすがにここは B が硬い状況。うん、ダブルピーク、コブラが仕留めて、ファーストブラッドはマンチキン。おお、火力が。そしてカバーに入ったメイがミサヤを落として、あっという間に5対3。しかしギャンピーが落とした。4対3。ナノスワームの足止め、 TP が落として3対3。イエロー裏には1人起こしていくネスで人数逆転4対2。オーディンがあるので簡単には設置できません。ただもう B に2名確定してしまっているので、素晴らしいリコイルコントロールで
氷の形をつかませないような動きを取っていました。ただ今のラウンドはクレジラ君、クレジラ君焦る。キング上にいたマンチキンを落としたティーフィー、まあ、マンチキンはかなりキング上に位置しやすいというのを理解しています。アステルがギャンピンを落としてからの4対4、ミサヤは蘇生が上がっている中でのここは抜きました。ここでもトレード発生で3対3、壁を使って解除まで持っていきたい。しかしアステル、さらにはメイがその先にいます。この打ち合いではメイ、ラストはアート。アートも動けません。時間ないですからね。しかも抜けた先にメイがいる可能性あるんですよ。逃げられません、うん、武器ドロップ3本目を取得して第8ラウンド詰めていく戦国ゲーミングの守り。なんとコーナー、執念の右クリック、あっという間に4対1からスリフティー。攻めが設置後の動きが課題ですが、ファーストブラッドはメイ、頭1個貫いていきました。エントリーが始まります。オーディンカバーに入ったネス、アビリティを組み合わせて手前設置持っていきます。設置は一度キャンセル、ギャンピン早めの取り返し、ベルトにいたポポガチに落とされて2対2の状況になりました。ポポガチキング、あと30秒、アステル合流します。最後はアステルのキルによってドローン回すでしょう。あ、乗れなかった。ファーストブラッドマンチキン、目を奪う。乗らない音立たせたんですかね、乗る音とか。ね、ただ正面からの火力、そうですね。ポポガチまたもやキングウェイ、設置完了。取り返しが始まる。コブラ足一つ見えました。ポポガチ熱でのカバー。残り1名、ラストはティーフィーです。ラウンドが多いですからね、課題となる修正点。さあ俺はハンターだ、ハンターのフューリー一発、ネスに一発入りますけれども切るまでには届きません。設置も完了。クレイジーラクーン、あとは抑えるだけ。ファーストブラッドはマンチキン、5対4の状況を作り出した。ミサヤ、アート、ラフター上から入ってくる。ただ問題はアステルの位置です。ポポ勝ちのハンターズフューリー、ただハーフハンでいってるの大きい。ギャンピンは手前だ、直奪の開始、無理やり抜いていったアステル。ハーフまで行くが、ここはスネークバイトで足止め。アステルが待っています。クレイジーラクーン、今度はクレイジーラクーンの守り、戦国ゲーミングの攻めです。ファーストブラッドはティーフィー、チューブ下でしたね。ファーストラウンドは戦国ゲーミングの方がトレッチ、取り返しスネークバイトで足止め。かなりラインを下げていくのが戦国ゲーミング。いや、ミサヤが難しい位置、ミサヤが倒されて壁からの解除はポイズンクラウドずれてますか。そうですね。いや、マチキンが前に出る。スネークバイトだけでは倒せない。アステルのガチ解除が始まった。ここに恐ろしい選手が集まっています。手前にいるマンチキンを抑えたのはギャンピン、セカンドバイ。いや、これアステル逃げれないですよ。コブラが抑えた。ここで設置完了です。スラムもありますから、上からネス、ショットガンでミサヤがネスを落とします。ない、うーん、解除遅延もあるので苦しいですね。見ていく、チャージ不足だ。このスワームで止め、メイはこの距離へスペクター勝負。ポポガチ、まあ、ミサヤが後ろでいれば問題ないというところでのコブラ、ファーストブラと取られました。メイ対ティーフィー、メイ、そしてロングではマチキンダブルキル、3人目。いやー、綺麗だ。ドローにダンス出しました。手前にいる、
前にはアステルが珍しく待っています。この位置読みづらいですが、この打ち合いではティフィ負けないですね。ピン取り、いやオーブ取りませんでした。強気だ。ランチキン早めの取り返し、一人で行く、一人で行く。恐れるがいい。あっという間に3対2。いやめちゃめちゃ怖いところ立ってますけど、これギャンピンです。いい角度で見ていました。こうなると打ってしまって割れてましたね。いくつかこのバリアオーブね、壊れるのも B メインの姿2名見えましたから、リコンボルトで映ったアート。しかしここはマンチキン、さすがです。これからの設置、アステルが手前にいるところは上からコブラ、右クリックを使っていきます。確実にワンピック取ってから立ち位置を変えます。ここでのピック大きいですね。サイト裏までエリアを広げれました。4対4、ロックダウンを打つ。これは TV のロックダウンに対してはどうアプローチする。クレジア君なんとか破壊した。最後の一人だ。ネス4キル目なるか。タンク運用、ここはメイ。しかしワンオンワン、蘇生してワンオンツーです。マンチキンネス、キングウェのマンチキン、悪くはありませんが、次の1本落とされて危ない中でのマンチキン狙いすましたワンピック。しかしティーフィーが返して1-1トレード、互いのデュエリストが落ちました。これリザレクション打てる位置ですね。さあまだ終わりじゃないわ。どうするメイ、2人目、うわっ、さらに勝負していたところはギャンピン。ここにはコブラ、ラークをしていました。このまま B まで持っていきます。アステルが待っていく。2-on-2です。配置的にはクレジーラクの方が有利ですね。設置までいければですけども、ありますから。ショックボルト2個、アートの体力42、リコンボルト完璧だ。1ストレード、ラストアート対アステル、バイパー勝負。あーようこそ。では、いや使わなそうですね。強いジャンピンがアステルを落として4対3。武器苦しい中でも人数状況有利の戦国ゲーミングがそのまま設置完了。アートの裏取り、足音は全て聞こえています。中央の情報もないですからね。どうするアート、どこまで我慢できるか。3人目のネズが来る。ネズは、アートを落として、これで3対3。ハンターズヒューリーがあります。マンチキン前に出る。ハンターズヒューリー1発、2発、3発目打ったとしてもネズの体力が残るぞ。しかも壁がある。最後はポポガチ12。さあポポガチ早めのハンターズフューリー。さあマッチポイント中での自己紹介が終わりました。さあメイがファーストブラッド取るものの、ティーフィーコブラと返して4対3。ここでも人数状況有利の戦国ゲーミング。さあ中央設置です。コブラが暴れます。いい位置取りでしたね。さあキッチンからポポガチ、見えた。ショックダース、ポポガチ強い。ギャンピン対ポポガチ、今度は相場勝負。中からギャンピンです。ここはしっかりと守れていましたし、 B メインの裏取りはティフィンの立ち回りによってないことは確定していましたからね。正面の火力の集中、武器差もありましたので、安全にラウンドが取れました。さあクレイジーラ君、ミサヤ体力自己ヒール、ファーストブラッド、マンチキン、ギャンピンが落ちた B 側。5対4の人数状況、時間稼ぎ遅延のこのスネークバイトによってよりの時間確保できました。さあどう守る戦国ゲーミング。しかもサイト裏もわからない。スネークバイトは2つ。ここでマンチキンエンプレス、コブラダブルキル取れず、カイドフェイク、蘇生が入った。振り出し4対2の状況。バリアオブが入ってる。スネークバイトが飛んでくる。アート体力2、ハーフまで行っている。アートが落ちた。そして最後はネス。